あ、弁当開いた、弁当開いた。早く。弁当開いてしまった。クルームメイト。金庫。よし。いいよ、押しても。わー。アミさん、あれ脇、アミさんメインだっけ？いやメインはアルプテモモ。あモモだ。うん、昇降機を乗った人どなたです？僕が乗りました。あ、それの音だけ聞こえてる。オニキはエンジン脇で上に行ってるの見えてます。うわ。キッチン脇だったら多分なさそうかな。僕エンジン脇。キッチン脇なのか。いやわかんない。キッチン脇かな、いなかったかなって感じ。あれ他にいる？俺以外。工藤キッチン脇でバーガータスクのみ。ハタサコに白出せますね。ハタサコと、はい、梅県ハタサコが貨物脇で、はい、ラウンジで停電になってハタサコは貨物の方に停電直しに行って僕がアーカイブのとこ塞いでるので、はい、僕が停電直しました、はい、で梅県さんには白出せないです。そうですね、僕がハタサコに白出せます。プッテモモってどこに行きました？シャワータオル入れてる。エンジンで弁当やってそのまま上がるときに多分皆さんか誰かとすれ違ったって重なった気がする。ああ、トータさん僕の後ろにいたけど、あれ弁当タスクをしてたってことなんですね。うん、それどっから来てます？あ、メイン脇、メイン脇。ああメイン脇で弁当。ああ、じゃあトータさんはメインの左以外の着る場所がなさそうです、うん、なんでそっちがあんまないと思うんで。で、と僕もメイン脇で除染やった後にエレキに行こうとして終わりです。だから全然移動してない。メイン脇、メイン除染したいって終わり。うんうんうん。プテモモを見てる最初。僕は所定エンジン、コミュー、コックピットタスクやって、コミューエンジンで最後宿舎前に入るぐらいで終わりです。クロさんってどこかって言ってましたっけ？いや、わ、俺キッチン脇、最初はエレクトリカルの中なんだけど。あ、魚さん、ごめんなさい。魚か、ごめん。あ、俺はボタン押してるんだけど宿舎前通路脇、その時に誰かを相手の視認しておらず、そのまま宿舎前通路ミーティングルーム上り、でボタン待機停電が起こり、で停電が直ったからボタン押し、で宿舎前、あれが宿昇降機のプルプルプルって音だけは聞こえたから、それが誰か乗ってるのを確認で、それが竹尾さんだったっていう。なるほどね。似たような、いなかったような。いや、そうなんですよね、微妙なんだ。まあ似たようなで言うんだったら魚さんは絶対弾けてエージしてる。なんかいたような気がするんだけど、自信ないです。自信ないですとだけ。自信ないんだったら、正直一回流した方がいいと思うけど。うん。いましたとは言い切れない。いやはい、ナイスキルですね、これはね。おめでとうございます。わかんないね。赤野さん。プラン4は絶対に。撃って。あー、弁当開いた、弁当開いた。早く。弁当開いてしまった。はい、はい、見てますよ、はい、およし、なんだ、工藤さんの死体が、貨物の、手で直す場所にあって、うんうん、弁当が開いてまた戻ってきて入ったのも確認してます。弁当が診察側から見てます。はい、うんうん、はいはい、で誰かは分からない。誰かは分からないです。停電が直った時のアドミン情報がありますよ。おお、展望2、
はい、1人は多分キッチンから移動してます。で、エンジン1がもう、ドタさんかな、これかな、多分ダウンロードしてた。エレキ1、はい、シャワー1、はい、かな。あ、え、高田健志わかんない、俺アーカイブかシャワーかどっちか。あ、アーカイブにも1はついてました。あ、アーカイブ僕ですね。あら、あ、じゃあその辺が、まあ一応出し切ると診察1と、貨物2でした。1個映ってないんですよね。でも一応順番的には僕がアーカイブにて、シャワーに降りるときに高田さんが来て、その後魚さんとすれ違った順番ですね。まあその辺かな、うん、まあ高田さん魚さんかなっていうシンプルに。あ、俺エレキで誰かと会った気がするけど誰だっけ。で、あ、エレキ、はい、でトータスとも会ってるはず、うん、メインかどっかあたり、メインあたり、これ連続した死人 が, がする、エレキメインで、エレキでプテ、メインでトータス、うん、高田さんはアルマ君の情報を整理するのは高田さん視点、魚さん人外になりますよね。ほぼ人外。僕がアーカイブにいたのが間違いなく多分高田さん視点でも分かっており、でアーカイブの位置が僕になるんで、じゃあ高田さん自分がシャワーしか使用できなくなり魚さんになるはず、うん、俺ね、シャワー室でプテアスさんか誰かとすれ違ってるよ最初の頃。停電が起こる、すれ違いはしたかな、うん、でも別に、あ、てかそっか、あ、ごめんなさい、なんでもないです。1個死体が上がってるから10個でできてるわ。だから、そうです。貨物2の位置が名乗り出ないから。いや、俺が若干懸念があったのが、俺最後布乗ったりとか、階段があったから、はいはい、それで俺が消えてる可能性あったけど、数が合ってるんだったら実質で魚が確定で人間。あ、そうですね、10個しかついてないと思ったけど。数が合ってるんだったら、そうです。死体上がってる。貨物はだって死体と武雄さんだから、大丈夫ですよ。何秒前ぐらい浮いてるでしょ。あ、だから停電治った瞬間ぐらいです。瞬間って言ってた。停電治った瞬間はどこなんですか。んじゃ誰になる？おお、え？あららららら。結構集まるもんだ俺に。マジか。さあ、ボタンを押してもらいましょうか。俺に入れたん誰？ほい。ごめん、初手俺ボタン押したわ。初手でしたね、うん、ごめん。まあ俺から入れるのは、高田健志初手切るも切っちゃったから高田健志釣りから入れてほしいってぐらいかな。で、直近でペテアさんと停電前にすれ違っていて、そのままタオルタスクを集め、で、停電中もタオルタスク入れて、で、配線タスクやって、で、梅健さんとそこの辺りで会っているって感じ。オニキって弁当の開閉を両方、はい、てか2回見たわけでしょ。出てきて切って入って戻ってくのを、なるほど、見てる。ごめんなさい、診察で見てる。僕のアドミンは停電が治った瞬間のアドミンに貨物2とバイタル1がついてたから、オニキが多分バイタルですよ。で、そう、貨物2が、インポスターと死体だと思う。あ、だったらさ、梅県から見た視点って俺できるように見える？てか俺エレキでプテとすれ違ってメインでトータスとすれ違って、その後アーカイブで梅剣と会って、ヌーン乗って俺左まで行ってるから。ああ。トータスはすれ違ったら何秒前ぐらいか分かります、トータス。わからん、俺すれ違ったもん、わからん。なるほど。ごめん、誰かとすれ違ったね、高田さんやと思うけど、何秒前かって言われたら分からんな。でも、結構時間はあったと思う。その後ダウンロードでき切ってる気がするんで。いや、だから俺に3秒も入るんだっていうのが。誰、僕は入れちゃいました、高田さんに。もう、なんか分かんないから、ロラスしかも、3票より全然入ると思ったから、なんか意外に思ってんのが意外だ。お弁当魚だったら、魚の方が全然、たっぱあるからっていうふうに見えてるかなと思ってたから。あ、まだ入った。俺はね、このキルに関しては結構部下悪いと思っていて、だったら食手切り詰めてほしいなと思ってるんだけど。食手は詰めなくて。どちらにせよ対抗で9人だったら、ローラーまでいけると思ってる。うん、マジか。これもなんか魚に止まってくれるレベルだと思ってたから、なんか俺としてはこの時のボタンを、俺は初手ボタンを押してるから押せなかったんだけど、高田健志がボタンを押さなかったのが結構インポスターっぽいなって思ってほしいくらい。え、どこにシェリフいないの？あの、高田さんはね、ミーティングの右のタスクやってて、うん、押す様子には見えなかったかな、ボタン精査をするんだったらね。
シェリフは偉そう。俺は宿舎前シェリフ、シェリフ僕、シェリフ僕。ああ、そう、ね。合わせますよ。どっちから行きます？え、さかなさんから僕は行きたいけど。うん、じゃあさかなさんでいいっす。俺からなの、はい、こう。いやもうこれ新印象勝負ならないそれで。初日でもさかなさんって鬼木から白出てなかった。鬼木から白出てるから。いや出てないでしょ。え出てる。出てる。巻き位置が分かんないから。そう、キッチンで湧いてるんだったら俺のキルができないな。キッチンで湧いてるならか、うん、いやローラーしてください。てかボタン押さないインポスターに負けるとかやだよ俺。さあ押してもらいましょうかボタンを。メイヤトータス。あら。ナイス。おお、ナイス。よかったー。じゃあ、釣りますかね。はい。魚さんで落ちてそうかな。まあ。うん。うん、あ、マジ？僕今のリアクターの入り方的に高田さんがインポスターかなって。あると思う。マジ？お土産かなって思っちゃいましたけど。じゃあ右へ行く高田さんを見てしまった。いや、てか右行ったらエレキにいるけど。ああ、そうか。まあ、ボタンに、そうね、ボタン、うん、エレキ。てかね、なんか、ステカね、トータスの2択だと思ってる、俺、正直。さっきの死人状況から、ステカ投票もらってるし、トータスって俺の白が出せないわけでしょ。あそこですれ違ってるんで、すれ違ったと思うぐらいですね、僕。弁当を竹雄が見ているわけじゃん。はい、で、弁当見てからさ、どれぐらいでレポート入ってんのこれ、さっきの時って。ん、いや、ね、要は竹雄が弁当を見た後に、はい、直近だったってことあれって。2回目を確認してから扉開けて発見なので、まあ5秒ぐらいですかね。でしょ。で、普通に宝さん釣りは逃れらんないです。いや、どうでもいい、どうでもいい。梅剣がはい、アーカイブで俺と会った後に俺って左に行ってるじゃん、はい、行ってますね。確実に俺がキルに関われないような客観して見えるはずなのに、まあ別に字が疑われてもいいんだけど、うん、あの3票が不可解すぎるってか、あの、なるほどね。だからローラーの流れでも俺魚からさすがに入るかなと思ってたから、まあ2切れ目の話に関してはさすがに高坂だったら魚さんから魚からに入れました。魚からかなと思ったから、あの3票がなんでなんだろうっていう。ああ、いや、なんか、今、よくよくアドミン情報とそれぞれに考えたら、魚さんっぽいなって感じはしますね。梅県からさ、絶対できないじゃん。俺、弁当に入る時間が、絶対ありえなくて。アーカイブ僕が。ローラーはね、いいんだけど、俺、先入るんだっていうのがあれ。いや、ごめんなさい、入れちゃいました。まあ、でも、魚さん的にどっちかしたら、キッチンいたかもね、神さん。魚さん的にどこっぽいっすか？いや、魚プラスアルファ、ってか、トータスかなと思って。なるほど。うん、まあ普通に人外でしょ。人外でしかないでしょ。梅健三四郎に。リザルト画面が楽しみですね。多分両黒あると思うんだよな。エイデンか。直すか。はい。はい。多分エレキの5番か2番ぐらいのところです。タサコさん視点、僕は絶対無理でしょう、このキル。そうですね、アルマ梅剣無理。
はい。おう。置いてかれてますね、僕は。梅刑事さん視点って僕ってきつくない？どう？いや、わかんないです。今、コックピットなんだけど。いや、ドア情報見ないとわかんないですね。わかんないか。あ、僕今、バー触ってます。手では治ってません。治ってないですね。うん。あ、どうだ、キッチンです。まあ、近いとこで言ったら、プッテさんから、僕がタワー上で、畑迫さんとアルマ君とすれ違う前に、プッテさんとメイン左のとこで分かれて、プッテさんが左行ったけど、ドア開けてるとこまで見てないので、まあ、折り返し切るのもあるんで、うん、なるほどね。うん、ドア見てから。で、トータさんがキッチンね。うん。畑さん視点で、アルタケが無理なんだっけ。いや、アル梅県が無理。アル梅か。アル梅無理の。タキオさん、ハイデマ触って、トータスさんと僕。はいはい。まあ、僕、正確に言うと、キッチン武器庫で、武器庫で何かやってる時に、タスクやってる時に、停電入ったんで、そのまま武器庫、今、転売入ろうとしてるところですね。梅ある、あ、ごめんなさい。梅ある視点で、畑さんは白？いや、わかんない。セルフがあるから。まあ、セルフだけ追うかな。あ、セルフだけ。まあ、まあ、なさそうだけどな。だって、畑さん。コックピットまで行ったんですか？はい、コックピットまで行ったよ。あ、ごめんなさい。畑さんがセルフする場合って、まあ、僕は梅剣さんに畑さんが白が出るか、その時は分かんなかったけど、ある梅に白が打てる状態でセルフするっていうことになっちゃう。うんうんうん。白が2人作れる状況でセルフするってことになっちゃう。まあ、マット完全に把握して、誰か容疑になって、釣って、PP 狙いぐらいか。太田さんってさっきのあの3票の時どこ入れてます？スキップ畑さんの。あ、スキップ。あ、3、3、1。で、治ってないんで、僕は、ペテハシ、トータス、ローラーがいいと思う。ローラー。高田さんに入れた3票誰でしたっけ？僕とプテさんと？僕は入れてます。トータスあれじゃない？高田さんじゃない？いや、俺スキップ。トータさんスキップでしょ。あ、スキップか。高田さんに入れた。スキップ魚じゃないですか。プテさんっぽいかな。ボタンあります？僕はあります。梅剣さんある？オッケー。じゃあ、自分死にましょう。トータさんとローラー。しょうがないっす。逃れられないっす。うん、直して配置して直してお願いします。停電、待て、待て、停電か。停電、ボタン向かってください。なるほど、オッケー。ボタスさんね、お、終わらないんだ。プテさんだと思ってた。うん、プテさんやと思ってたから。そうなんだろうな。一応、この白証明必要だと思うんで、初手は、貨物で梅剣さんと湧いて、停電直してるので、梅剣さんから白が出てます。うん、今のターンも停電直したの、竹尾さんに見てもらってると思います。はい、あと1個前って鬼切って どうなってましたっけ。赤物で停電触ったところでポ、うん、ああ、はい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 。ああ、まあそう、僕がね、まあ、一応隠しろとはならないけど、まあ、弁当の情報を出してってるっていう。ああ、そうね。ああ、そうね。中野アルマタケオの情報で、そうね。ローラーが入ってるっていうのは。そうですね。じゃあ。俺じゃないから何て言えばいいやろっていう感じやな、今。お父さんってさっきの初手は無理。キルが起こった時ってどこっつってましたっけ。キッチンでしょ。キッチン。ああ、そっかそっか。まあ、釣って。キッチン周りしか行ってないんで、その、死人がないから何とも言えやんけど。ボタンってどのぐらいあります皆さん。ないです。こうした気がする。ない、ない。ちゃうかな、あ、全員ない。ああ、やばいな。これきつない。俺っで、まあ死体探してもらうしかないんか。タスクはどうですか。タスクはきつそうだな。きついですね。え、終わんないの？頑張れば。終わんないんだったらもうあれだな。タサコしかないか。いや、でも昨日釣り入れてる以上、多分畑迫のインポスターも切る
あなたは思うけど。怖い。自己証明できる場所他もないな。鬼旗だった。俺が誰かもわからんから、ごめんよ。なんか、浮いてしまって申し訳ない。いや、俺がその、残りが誰かもわからんから、浮いて申し訳ねえ。終わりだと思うけど。マジでマットじゃん。やばかったなんだ。ガチマットなんや。途中でマットかなと思ったけど。やば。霊界でめっちゃ喧嘩してて、マット。仲間あれが。魚にあのアマンガスやめろって言われたもん。すげえ。ガチマットやったのか。よく魚さんあそこまで出しましたね。いや、あの、もう、俺から連れ入ったらローラーだろうと思って、俺だけでも白くなって、俺が残る道。ああ。いや、なんか普通に高田さん村っぽと思っちゃった。わかるわ。村っぽくならないと。やったかこれって思ったな。止まんないと負けだと思って。行っちゃったから。売り飛ばすしかねえ。なるほど。